トイボールファクトリーです。今回は先行のハサウェイに登場するメッサー F01 型を全塗装していきます。それでは、これはでっか。ちょっとなんか今まで作ってたのとだいぶ違いますね。前回作ったオリジンガンダムと箱を比較してみたんですが、倍以上高さがありますね。 HG ってこんなんでしたっけ。今までこのオリジンガンダムでもちょっと暑いなぐらいの感じだったんですが、だいぶ違いますね。とりあえずじゃあ作っていきましょう。先行のハサウェイの劇場版が残念なことに公開延期になってしまったんですよね。で、小説版もまだ僕読んでないので、このメッサーというモビルスーツが一体どういう活躍をするモビルスーツなのかよく分かってないんですよね。説明書には反地球連邦政府組織マフティの主力モビルスーツという記載があるんですけど、マフティって何？まあハサウェイ・ノアが参加しているテロリスト集団ってことなのかなというふうに解釈しているんですが、まあなんかやっぱ、劇場版見てみないことにはよくわからないですね。箱や説明書に書いてある情報だけだと簡単なスペックが書いてあるぐらいだけで、どういうモビルスーツなのかちょっといまいちわからないですね。一応アナハイムエレクトロニクス社製となっているんですが、アナハイムで作ったんじゃないよっていう、偽装するためにジオンっぽく装甲とかデザインを変えてあるんだそうです。ということで、仮組みが終わったのでオリジンガンダムと比較してみます。でかい。ちょっとでかすぎませんか。逆襲のシャアの時代のモビルスーツなので、恐竜的進化を遂げて随分でかいんですが、これお値段がオリジンガンダムは2530円で、メッサー F01 型が2750円で、わずかに220円でこの差なのでちょっとびっくりですね。マスターグレードを作ったかのような迫力があります。設定では身長23メートルでガンダムがまあだいたい18メートルということ、5メートルの差があるんですが、それを超えるような感じがありますね。すごい迫力のモビルスーツだと思います。全身がスチロール製のもので、ポリキャップは使用されていません。非常に塗装しやすくて組みやすいと思います。ではバラして表面処理を始めていきます。普段は仮組みはしないんですが、今回は発売日に買ったということもあって、どこの部分が処理が必要なのかとかいったことが分からなかったので仮組みをしてみました。仮組みで分かったのはビームライフルとコクピットブロック、頭、あとどこだっけ、あ、メインスラスター、あとは腕の固定部分ですね。そこに合わせ目が出ることが分かりました。ただどの合わせ目もあまり目立つようなところではないので、処理しなくても問題はないかなと思います。メインスラスターですね、これも前後で合わせ目が発生するんですけど、ここもカバーでほとんど見えなくなってしまうので、やらなくてもいいんじゃないかなとは思います。むにゅー、流し込み接着剤でくっつけています。頭部の後はめ加工をしています。なんて言うんでしょうね、あのパーツだと茶色い頭部のパーツがあるんですけど、それの後頭部部分を後はめした方が塗装がしやすいということで、ピンを飛ばして後はめ加工にしました。いい感じですね。顎のほっぺのところにあるホースですね、これも後から差し込んだ方がいいと思われるので、ニッパーでただ切っただけです。差し込み部分をわずかに残すようにした方がいいかなと思います。頭部の赤いパーツの部分の上下で合わせ目ができるので、ここも流し込み接着剤で合わせ目を消していきます。一晩ほど乾燥させて超光スクレーパーではみ出た部分を削り取っていきます。ちょっと嫌な音がしますね、大変失礼しております。これがまだちょっとなんか極
面が多いところなのでスポンジやすりで合わせ目を処理していきます。ここは結構顔の部分なので目立つかなということで丁寧にやっていきます。だいたい消えたかな、はい、いい感じに合わせ目が消えたと思います。ピンバイスで各部に穴を開けていきます。ブチ穴ですね。出渕豊さんがデザインするとだいたいこんな感じの穴が開いています。今回のメッサーは出渕豊さんデザインではないみたいなんですが、逆襲のシャアの時代のモビルスーツということで出渕豊さんデザインの流れを組むものということでブチ穴が開いてるんじゃないかなと思います。では塗装を行っていきます。前回パワーコンプレッサーを購入したのでその威力を試すぞと意気込んでいたんですが、はい、ご覧の通りいつも使っているサーフェイサーエボブラックが手に入りませんでした。なぜかどのネットショップでも売り切れ、店頭で探しても売り切れ、じゃあどうすんのということで手元にあったサーフェイサーがサーフェイサーエボシルバーだけでした。これで塗っていきます。勝手が違うのでいつもの塗装とどう違うのか違いが見極められない感じです。これも今 EX ブラックを塗ってるんですが、はい、ということで失敗しました。水を吹いてしまいました。まあ外は雨が降っていたので、あと湿気も 60% 程度ということだったんですが、普通 60% 程度だったらまあ濡れるかなと思ったんですがダメでしたね。水がたっぷり出てしまって、この後ずっとハンドピースから水が溢れるような感じになってしまって塗装を中止しました。レギュレーターに水が結構溜まっていて、これが抜いた水です。これがホースに入ったのかなと思ってたんですが、どうもこの水抜きをした後もホース自体から水が出てるような感じで塗装を中止せざるを得ませんでした。どうも多分ホース内部で結露をしている感じですね。なのでその今失敗した部分をヤスリがけで取っています。ホース内部で水が発生しているとなると水抜きをしても意味はないので、ハンドピースにつけるドレンキャッチャーを購入しました。ホースの後についていてハンドピースの前についているということなので、ホース内部で発生する水分はこのドレンキャッチャーで、カットすることができます。これを装備したことによって30分ぐらいの塗装では水は吹かなくなりました。湿度も前回と同じ 60% 程度でしたが水は吹かずに済みました。ただこの塗装が終わった後にドレンキャッチャーを分解してみたら水がドバドバ出てきたので、ちゃんと役に立ってるんだなという感じですね。ただもっと長時間やっていたらドレンキャッチャー自体から水が溢れてハンドピースから水が出るという事態になったんではないかなと思います。なのでドレインキャッチャーは塗装後、乾燥ブースに入れて乾燥しています。ということで、EX ブラックがある程度光沢に塗れたので EX クリアでコーティングしていきます。この後デカールを貼るので黒色の EX ブラックが溶け出してデカールを犯さないようにするためです。ただかなりいい感じでツヤが出ていると思います。今までに比べると少ない塗装回数でツヤが出ていると思います。パワーコンプレッサーを導入したいい影響が出てるんじゃないかなと思います。デカールを貼っていきます。今回も適当に貼っていきます。マフティってどういう組織なのかちょっとやっぱりよくわからないので、まあ逆襲のシャア近辺とか他にもいろいろ適当に詰め込んでコーションデカールとか貼っていきます。このガンダムデカールもかなり手に入りづらいなという印象があるんですけどいかがでしょうか。前特にガンプラを始めたての時とかにガンダムデカールを買おうとしたんですけど全然売ってなくて、作りたいプラモ用のデカールが売ってないとか全部プレネになってて買えないみたいなのが結構あったんで、ああ見かけたらちょこちょこ確保するようにしてるんですけどなかなか足りないですよね。ここ最近連続してガンプラ完成させているので一気にデカールが減ってしまって
よく使うタイプのデカールとかが、足りなくなってきてる感じがあります。やっぱりこれからも見かけたらこまめに買っていくしかないとは思うんですけど、まとめて再販してくれたりするといいですね。あとは他社製のデカールなんか使ったりとか、今後いろいろちょっと考えていこうかなと思っています。微調整をして水を抜いて、楽しいですよねデカール貼るの。デカール貼るのをもう少し効率的にできたらなといろいろ考えてるんですが、まだちょっとアイデアが固まらないので、なんかそのうち紹介できたらなと思っています。ということでデカールが貼り終わったので、この上にクリアコートをしていきます。どうしても手作業をしているのでホコリがついてしまっているので、クリーニングブラシでホコリを払って、それからクリアコートをしています。これは EX クリアですね。すっごいピカピカになりました。本来ならここでもう一回ヤスリ掛けをして、その上に EX クリアというのをやっていく感じなんですけども、十分光沢が出ているので、今回はこの EX クリアを拭いて終わりということにしました。そしてこれはタミヤのエナメルカラー、チタンシルバーをラッチ部分というんですかね、そういうところに拭いています。今回この墨入れの代わりに、こういうちょっとしたディティールにチタンシルバーをエアブラシで拭いてディティールを際立たせようかなと思ったんですが、これは完全に失敗でした。なんで失敗かというと、エアブラシでそのメタリック塗装なので、エアブラシで拭けば綺麗にできるかなと思ったんですが、これを拭き取るときに大量にエナメルを必要とする、というか拭き取り範囲が広すぎてそこら中に塗料が伸びてしまって、収集がつかなくなってしまいました。なのでそれですごい拭き取りに時間がかかって、結局こう塗りたかったところまで、塗料が持ってかれてしまうっていう事態に陥ってしまったので、これぐらいの小さなところではもうエアブラシでやるのはちょっと向いてないかなと思います。なので筆で細かく塗って、本当にちょこっとだけはみ出た部分を拭き取るという形にしました。細かい隙間にはまだエナメル塗料の残りがあって、なかなか取りきれなくて大変なんですね。二度とやるかって感じなんですけど、これで墨入れが完了しました。ピッカピカですね。どうしてもホコリが入りやすくなっているというか、ホコリを集めてしまう感じがありますね。だいたい光沢は出てたんですけど、モデリングワックスを塗ってでもっと光沢が出ないかなと思ってやってみました。原液をそのままパーツに塗るのは間違いです。ちゃんと専用のシートに染み込ませて、塗りつけないと、効果が出ないんではないかなと思います。一応ピカピカすることはするんですけど、ホコリをすごく集めやすくなってしまったような感じがあります。もうほっといてもどん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 ホコリがくっついてきて収集がつかなくなってしまいました。本来ならここまでホコリはつかないんですが、やり方がうまくなかったのかなと思います。ティッシュでやったのが良くなかったかな。パーツが全て揃ったので、組み立てていきます。後はめ加工した頭部ですね、後頭部を差し込みます。これ中に入っているパーツが爪みたいなのがあってそこに引っかかるんですが、うまいことかわすとすんなり入るところがあるので無理やり入れないようにしてください。顎のパーツを差し込みます。このここもシルバーにしてあります。で、モノアイを塗装してなかったので、ウェーブの HIZ3mini グリーンを、ガイアカラーのプリズムブルーグリーンで塗装しています。これでセンサーっぽさが出ればいいなと思ってやっています。これをニッパーでカットしてモノアイのベースに貼っていきます。接着剤はボンドのデコプリンセスを使います。すごい名前なんですが、これはセメダインのハイグレード模型用とどうやら同じような成分であろうということなので、使っています。ハイグレード模型用はなかなか入手困難な時期があって買えなかったので、成分で調べてみたらこのデコプリンセス
デコレーション用ラインストーンとかネイルとかにそういったものを貼るように使うための接着剤のようなので、これを使いました。水溶性の接着剤なので、はみ出したりとか間違えて貼り付けてしまった時などは綿棒に水を含ませて拭き取ってあげると綺麗に取れちゃうので便利に使えます。ほっぺにあるホースも、これもデコプリンセスで貼っていきます。差し込み部分を少し残していたので、そこの部分をぐっと差し込んで、接着していきます。はい、これで、できました。マッドマックス怒りのデスロードっぽさがちょっとありますね。かっこいいです。大型シールドは2パーツと腕へのジョイントがあるだけで、あまり複雑な構成ではありません。エルボーへのジョイントがシンプルなので、ボディとの干渉が結構あるので、塗装剥げには気をつけた方がいいかなと思います。ビームサービスの手元が入れられますね。ビームライフルは前回と同じようにメタルアイアンで塗っています。メインスラスターを組み立てていきます。スラスターが別パーツになっているので、メインタンクに差し込んで、バックパックの細かいスラスターですね、でここに3段重ねでパーツを組み上げます。で、それを蓋するように6パーツっていうんですかね、をつけています。特徴的ですよね。腰パーツですね、リアスカートをつけるアームがあって結構複雑な感じがします。ここもメタルアイアンで塗って、走行パーツを少しつけていきます。足も作っていきます。かなりパーツ分割が細かくて、作りごたえがある感じですね。色分けなどもしっかりされているので、塗装も楽でした。ここのシルバー部分はスターブライトシルバーで仕上げてあります。下地にサーフェイサーエボシルバー、で EX ブラックを塗ってスターブライトシルバーを塗っています。アポジモーターや膝周りの部分は、スターブライトゴールドを塗っています。これでワンポイントになるかなという感じですね。関節部もメタルアイアンとスターブライトシルバーでコントラストをつけています。この肩パーツにも合わせ目があったんですが、まあここもほぼ見えないので気にしないことにしました。では二重関節になっていてよく曲がります。肩アーマーは左右非対称で、右肩にスパイクがついたショルダーアーマーがつきます。ここのスパイクの部分はスターブライトゴールドにして、割るっぽくしてあります。全体的に出来の良いキットだと思うんですが、左手マニピュレーターの出来が結構残念な感じで、メッサーの弱点かなと思います。なのでコトブキやハンドユニット丸指ハンド B に換装してみます。EX ブラックを塗った後にメタルアイアンで他のメタルパーツと同じように塗っていきます。手の甲部分に剣打工というか丸いポッチのディティールがあるので、そこの部分だけ切り飛ばして、なんて言うんでしょう、全体のデザインが合うように調整しました。組み上げていきます。ちょっと小さめな感じかなと思いましたが、つけてみるとバランスがいいようです。この改造簡単なのでおすすめです。やたらホコリがつくので、クリーニングブラシでホコリを飛ばしています。で、各部位ごとにパーツが組み上がったので合体させていきます。結構ヒロイックな感じになったと思います。スーパーロボット的な感じでしょうかね。右手マニピュレーター、銃の持ち手はまあそんなに違和感はなかったので、そのまま使用しています。肩のスパイクアーマー一応稼働するという感じではあるんですが、あまり稼働範囲はありません。先ほどもやりましたが、腕は二重関節で、完全に折りたためるようになっています。足首ここもポリキャップレスでくっつきます。スカートアーマーなんですが、ちょっと動くとポロリしやすいかなという感じがありますね。特に前側のアーマーは軽くはまっているだけなので、ちょっと動くとポロポロ落ちてしまいます。メッサー塗りというか、
このキットの特徴として、この大きく前屈できる、上半身というのがあります。左右にあまり動かないんですが、なぜかものすごいお辞儀ができるという謎のギミックがついてて面白いですね。メインスラスターを組み付けています。ここもパカパカといろいろ開いてかっこいいですね。特徴的な部分だと思います。機体に比べてちょっと小さいかなと思ったんですが、オリジンガンダムと比べればだいぶでかいので、これで問題ないんだと思います。上半身を組み上げていきます。どこもまあポリキャップレスなのでガチガチと組み上がっていきますね。シールドは肘の裏側にある穴に、でしょ、アームを取り付けるだけなので、あまり稼働しませんということで、組み上がりました。 HG メッサ F01 型、先行のハサウェイに登場するマフティ主力モビルスーツを、オリジナルカラーで塗装してみました。今回の制作は原作である映画の上映延期や梅雨時期の湿気によってエアブラシから水を吐いてしまう、普段使っている塗料が入手困難であったり、細かいトラブルに見舞われてなかなか制作が難航してしまいました。キット自体はかなりボリューム感というか、デザインも相まって、かなり満足度の高いキットだと思います。まあ、この大きさも塗装がなかなか進みにくかった原因の一つではあるかなと思います。マスターグレードを1体作ったかのような満足感が得られたと思います。スパイクアーマーやメインスラスター、リアスカート、すごく前屈できる上半身など細かいギミックや見どころが多かったので、これからまた人気が出てくるモビルスーツになるんじゃないかなと思います。ただまあ先行のハサウェイぐらいでしか登場しないので、活躍の場が少ないのがちょっと残念ですね。まあ F01 型と歌っているので、もしかしたら機体バリエーションの発売などがあるのかもしれないですね。そういったことにちょっと期待してみたいと思います。改めてオリジンガンダムと比較してみます。同じ144分の1 HG ということで同じ世界観のはずなんですが、だいぶでかいですね。メッサ逆襲のシャアの時代のモビルスーツということなので、肥大化していったモビルスーツの、終着点に近いのかなという気がします。先行のハサウェイの主役機であるクスイガンダムはまだキット化されていないので、これが出たらまたその大きさの比較とか、やってみたいかなと思いますね。今回は EX ブラックを基調にスターブライトゴールド、スターブライトシルバーでオリジナルカラーで塗装しました。今回はあまり設定がわからなかったのでオリジナルカラーで塗ってみたんですが、想像してた以上にかっこよく決まったかなと思います。ただこの配色なんかで見たことあるなと思ったら、ドクタースランプアラレちゃんに登場する、キャラメルマン7号というロボットの配色と全く一緒だったんですね。知らぬ間にパクってしまったというか、刷り込みは恐ろしいですね。ということで、HG メッサ F01 型全塗装でお送りいたしました。キャラメルマン7号に似てるなと思った方、この塗装かっこいいなと思ってくれた方、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。トイボールファクトリーでした。ご視聴ありがとうございました。